ずれました。そうですね、やっぱり、まあ、攻めてた流れで取り切れなかったっていうのが一つ反省点ではあるかなと思います。階級でいうと、61の方が合ってる感じですか、そうですね、まあ、動きとしては57の輪廟でもフラフラの時よりは全然動いてるんですけど、まあ、その東京オリンピックの挑戦が終わって少し休みの期間も入れて、まあ、短いスパンでしかあまりこう本格的に追い込んだ練習が少ししかできなかったんですけど、まあ、今の実力はこれぐらいじゃないかなというふうには思います。パリに目指されるということで、はい、よろしいでしょうか。そうですね、来年の天皇杯が一番大事になってくると思うので、まあ、今回優勝できればよかったんですけど、まあ、そうやっぱり甘くない競技なので、まあ、もう少し自分のもっと反省点がいっぱい見つかる試合だったんじゃないかなというふうには思います。パリに行くと階級変更なかったんですけれども、はい、もうどちらで行かれるのか、まあ、まだ決めてはないんですけど、とりあえず今年の全日本選抜で勝たないと世界選手権がないので、選抜は61で出場して、しっかり坂井選手にリベンジできるように実力をアップしていきたいなと思います。東京五輪、ちょっと残念な、はい、残念でしたけれども、まあ、終わってから選考会で終わってからどういうふうに過ごされてた、どれぐらいの質問、やっぱりその東京オリンピックにも出れなくて痛感したことは、まあ、今回もそうなんですけど、結果が大事ではなくて結果が全てだというふうに僕は思っているので、文田選手や今回で岩崎選手は努力していて、僕は努力していなかったということにしかならないので、どれだけ努力してたとしてもやっぱりその結果がついてこないと意味がないものだと僕は思っているので、やっぱり自分自身にもっと厳しく、まあ、今回はその練習不足だったり、なんというか気持ちの面であったり、もっともっと伸ばせるなというふうな部分も見えてきたりしていて、まあ、体重も61だとそんなにきつくないので、もっとパワーも上げれると思いますし、いろんな攻め方ももっと工夫してできるんじゃないかなというふうに思うので、選抜でいい結果を出せるように頑張りたいです。